阪急200系電車は、阪急京都線の前身である新京阪線用として、京阪電気鉄道が1937年に導入した流線系の電車である。戦後に継承した阪急では、唯一の流線系車両となった。1936年4月6日、千里山駅構内で重計の25.55の2両が火災により消失した。 この代替として新造されたのが200型で、1937年2月に、電動車の201と制御車の601の計2両が、田中車両で製造された。編成は、MCTC の2両固定編成である。神経反戦では P-6 以来の新造車となった。P-5 の台車、機器の流用のため、車体長は 14000mm と短いが、 車体幅は車両限界いっぱいの 2870mm を採用しており、新京阪線としては最大である。前面は当時流行していた流線系の正面3枚窓で、そのうち進行方向右側よりの2枚は上下2段に分かれて上段が外へ跳ね上げるように開閉できる構造となっており、また窓上中央には通風口が設けられていた。 塗色は上半分をクリーム色、下半分をコバルトブルーで塗り分け、上下の境目には白いラインが入り、軽半線系統の線型に順じていた。客室は床に市松模様を施し、座席のロングシートはソファーのように低く奥行きがある柔らかいもので、日よけは当時では珍しいベネシャンブラインドを採用し、半室構造の運転台。 シャンデリア風の室内灯に独特なデザインの吊り革など斬新なインテリアで遺産を放っていた。台車は201がブリル 27MCB-1、601が M-12 を装着した。電装品は東洋電気製造製で、主電動機の出力は9 3 k w 四制御機は電動化無軸式自動加速制御機、ブレーキは 非常直通ブレーキであった。戦時中の1943年に、京阪電気鉄道が阪神急行電鉄と合併。戦後の1949年の京阪、阪急再分割に際して、急進京阪線系統は阪急側に移管され、200型は阪急の所属となった。百五十一年、二百一の台車は、記車製造性防震試作台車の、 ウィングバネ式ケース -1A に変更し、後にオイルダンパーが設置された。1956年601は、新法専用600系との番号重複のため251、2、改板、自体も切り文字処理のローマン体から半身急行の様式の塗装処理によるゴシック体となっている。前面窓状の通風口は埋められて窓も、全、窓が一段化され、 屋根状に通風機が設置された。塗装も半球標準の丸い色となり、車内も他社とほぼ同様の仕様に改造されている。千里線で長年運用されていたが、一編成のみの少数派でた形式との共通運用が組めないこともあって、後年には嵐山線に移動した。1970年3月1日に嵐山線にてさよなら運転を行い、 同年3月3日に廃車となった。ありがとうございます。